阪神が38年ぶり2度目の日本一を決めた、SMBC 日本シリーズ2023、オリックス対阪神、第7戦は5日、フジテレビ系で生中継され、関西地区で放送した関西テレビの平均世帯視聴率が 38.1%。ビデオリサーチ調べだったことが6日、分かった。瞬間最高視聴率は午後9時42分、43分に記録した 50.0%。優勝の瞬間を含めたシーンだった。関東地区で放送したフジテレビの平均世帯視聴率は 18.1% だった。最高視聴率は午後9時43分に記録した 24.3%。さすが文化やな。阪神やばいな。さすがに視聴率ええな。エグすぎて草。巨人さん関東の数字でも負けてるやん。9回のホームランとかみんな笑ったやろ。京セラ思ったより阪神ファンおらへんでびっくりしたわ。オリファンやるやんけ。外は暴れてたのに、球場淡々としてて盛り上がってなかったからな。ワンサイドゲームだったのが惜しいわ。競ってたらもっと数字取れたやろ。7例になった時点でもう関東の人間は見るのやめただろうな。7戦目まで引っ張ったのにもったいない。接戦ならもっと伸びたやろな。阪神が日本一になるってなったらそらまあ視聴率は良くなるわな。多分相手は同じ関西の折より佐々木朗希健在の、ロッテとかのがさらに良かったんちゃうかなとは思うけど。関東でもまあまあ数字取れたやん。やっぱ優勝決定ともなれば違うな。意外と関東にも阪神ファンおるんやな。一番視聴率取れる組み合わせってなんや？やっぱ関西 VS 関東？ぶっちゃけ地域やチームよりその年の野球の盛り上がりとか、話題になるスターがいるかやろ。7戦目に行った時点で世間の注目が初めて浴びられたってのはあるやろね。久しぶりに 50% とか聞いたわ。昭和の紅白かよ。数字取れないフジテレビで 18.1 とか快挙すぎ。今年のフジテレビの年間トップの数字やろこれ。阪神日本一の結末まで含めて今年は面白かったわ。